リストの繊細な指に見えない豚の前足ってこういうパンチで、もうパンチ。ワンツーサンシエニッコジャーダシ、あそれネッコジャーダシ。そのピアニストの繊細に指はいらなくても、ほらこのこれなんていうの、コンガを叩くのはそれなりの本当はテクニックあるんだけど、俺知らないからさ、こうやってこう叩く。違う歌になってしまいましたからね、譜面がないとね、違う歌になってしまうんですね。お正月、もういくつ寝るとお正月、おーちんちん、あ、この歌じゃないですね。昔はそういうその何ですか、そのロコレナシコのようなそういったはっきり歌があったわけですよね。まさにそのものを縛りです。え、ロコレナシコは違いますか、知りませんけど。お正月はタコあげて回して遊びましょう。早く来い来い、お正月。
はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ババンババンバンバン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 、いい歌な、いい歌な。チャンネルがですね、私はその不作用から寝とようになったということは、つまり献館献中でないといけない、つまり献中反中じゃないといけないわけですけれども、まあ確かにその真ん中は嫌いだっていう、そういったまあ献中献館っていうのはね、分かりませんけどね、献館逆は分かりますけどね、関係は嫌いだみたいな。いやまあ道を聞くと教えてくれますけれどもね。まああとはその交番とかには大体そういう等身大の人形を置いてですね、通りがかった人がスーツが溜まってたらね、付き合い殴っていいっていう、そういうふうにするとですね、みんなから愛される警察になると思いますね。それはまあ間違いないな。
人形置いといて、かかしみたいに。トイレだってですね、もうみんな、一緒に溜まったら手らくっていう。まあ、あとはね、シリみたいな、自動認識、自動応答で、目的地を言うと、答えてくれるっていう、そういうシステムをするとですね、人気出ますよね。ソーツピーナッツ、ソーツピーナッツ。ソーツピーナッツ、ソーツピーナッツ。最近ほらそのタイに行ってですね、その売春婦っていうかそのセックスワーカーの人の写真を撮って今炎上している大橋さんっていう人についてツイートしたってことでですね、七尾旅人さんがですね今炎上してますけど、まあていうかみんなそれなんでしょうか、七尾さんといえばその何年か前にその菅原愛郎さんと共演していたということくらいしか知らないんだけど、まあ有名なその総筋の人らしいんだけどよく知らないんですけど、そういえばなんかそのさっき見たけどツイッター見たけどなんかシンプラしたなんだっけ解体的なんとかとかいう昔のほら高柳なんとかみたいなそういったタイトルの CD を出した非常階段っていうなんだっけ坂田彰ともこの前共演してたっていうフリージャズ的な見てその確かその非常階段をやっているなんとかっていう人がその確かにそのカウンターのとか裁判に出てたよなというふうに思ったんだけど、でも俺もちろん言ったわけじゃなくてなんだっけツイッター眺めてるわけだけど、うん、じゃあまあ左翼も右翼も好きな歌といえばやっぱり軍歌ですよね、海軍小唄ずんどこ節。汽車の窓から手を握り、本当はこんな行くようなテンポじゃまずいですよね、汽車の窓から手を握り送ってくれた人よりもホームの子陰で泣いていた可愛いあの子が忘れられず、あずんどこずんどこ花は桜木人は藤、語ってくれた人よりも港の陰で泣いていた可愛いあの子が忘れられず、ずんどこずんどこ。この団長に武士っていうのはね、何でしょうかね、飛行機とかあるか、まあ、空軍的な歌かもしれないんですけれども、でもなんか民謡っぽいですよね、これ演歌とかにもその演歌の歌そのものがあるとその感想的な部分でこれを使われてまた歌に戻るってもありますよね。でもまあ弾いてみますと、沖のカモメと飛行機の果てるやら団長ね、本当に本当にご苦労ね。この歌よくも知らないからやめておきましょう。
浜辺の歌、キュセイヤ。これはね、赤本って言って歌謡曲のすべてと言って、別にね、適切その年代ごとに流行った歌をその年代中に並べてるだけですから、別にイデオロギーも宗教性もないから、その清子この夜みたいなクリスマスの歌のすぐ後に敵は行くまんとかがあってるんです。そういうまあ、だとイデオロギーで。で、49番ナンバーの死んで苦しむっていう、これはまあ、月月かわせ木金金っていう、まああの、デスマーチですね、みたいなね。さあ、さあらよけら、潮の海ぶりに、この艦隊勤務、月月火水木金金という、もうこれはもう過労死の歌ですよね。休日なしっていう、もさろみなぎる誇り、海の男の艦隊気分、月月火水木金金、どんと二日ある、怒涛の歌あり、揺れる釣りの子、今宵の夢は明日の戦の、この腕試し、この腕試し。海の男の艦隊勤務、月月火水木金金。もう。過労死推奨歌っていう、もうブラックな歌ですよね、これね。侍日本とかいう、なんかもう、あたかもサッカーか野球ですかみたいな歌もね、戦前にありますね。もう満州娘とかも、満州というタイム自体も戦後はもう、政治的に正しくないっていう PC みたいなもダメですよね。そんな国はありませんみたいな、国連で承認されてませんとかいうふうに言われても。だってないんですからみたいな、私はもちろんないけど。これは戦後になるめくってくると、あ、青い背広りみたいなね。これも青い背広もですね、まああのやはりこの冒頭の青というのはですね、やっぱりその政治的にダメなんじゃないかっていう気がしますけど。で心も軽く、街へあの子と行こうじゃないか。赤い椿で瞳も濡れる、赤い僕らの命の春。人形らしいですよ。夢を見るような、期待ような、赤いまつげの色。
浅野温子に成り代わったやつにはっきり言いなさいよみたいに、そのマニアはどこへ手に入れたんですかみたいな、ね、いっそこのまま諦めようか、まあこういう態度もバブル以降ダメですね。古い美徳ですね。夜風がどろりと吹いて、月も青春な期待を、それから110番、天候人生じゃなくて、これ、裏町人生。もうこれも飛ばしましょうね。暗いから。旅姿三本の矢じゃなくて、三人男とか。なんかね、この辺の歌はね、あんまり親しみないんだよね。戦後の一つな歌が割とあるの。鈴鹿教室とかね、やっぱり僕なんかジャズ編曲っていうか聞いたのが、もともとは三拍子のね、歌なんですよね。ハイダカツイコさんの。友と語らんちゃかちゃん、あ、鈴鹿家の道。ああ。疲れたな。疲れたから。疲れましたから、ジャズに行くかな。なんかいい音ないかな、それでいいか。
Ah.